皆さんこんにちは。本の旅の案内人、瀬野光希です。暑くなってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。日本という国は、私は大変神様に祝福されている国だと思っています。四季折々の風情、風景、また食べ物、草花、また動物たち、本当に豊かな国だと思います。しかし一方では火山がたくさんある火山国である。四方八方をこの海に囲まれた、そして台風の通り道となっているような、自然災害を避けては通れない、そういうリスクを持った国でもあるとも言えると思います。振り返ってみましても、この四半世紀多くの災害があったように思います。1955年1月7日阪神淡路大震災がございました。私も当時韓国におりましたが、あのことによって私も教職の道が大変大きく、こう変わってしまった、そういう経験を持っております。最近ですと2011年3月11日もう忘れもしませんですね。私もその時新宿の西口におりました。会議をしておりましたけれども、結局自宅に帰ったのは次の日の夕方になってしまいました。多くの方々が亡くなり、今も行方不明になっておられる方々がたくさんおられ、そして 3.11 の場合は特に、この原発の問題が大きくこうクローズアップされ、また多くの被害が出ているわけであります。そして今年に入りましては、皆さんも本当に祈り、そして支援をなさってきたと思いますけれども、熊本地震が起こりまして、この4月の14日多くの痛みを持ったまた自然災害が起こったわけであります。私たちはこのようなことが起こりますといつも思うことがあります。それは一体神様はこれをどのように見ておられるんだろうか、そして何を私たちに語りかけようとしておられるんであろうか。皆さんはどうでしょうか。私も牧師としてそういう質問を何度か受けた経験があります。その意味で今日皆さん方にご紹介しますこの本は、非常に皆さんのそのような質問に答えとなる、いやヒントとなる、そのような本ではないかと思っております。青山学院大学総合研究所がプロジェクトとして立ち上げられ、そして編集をなさった論文集でもあります。今日は今回のこの本の編集を携わられましたお一人であります、青山学院大学の宗教主任、そしてまた理工学部のその准教授でもあられますけれども、福島優子先生に来ていただいて、この本を持って皆さんとご一緒に本の旅に出かけてまいりましょう。今日は青山学院大学宗教主任でいらっしゃいます福島優子先生に来ていただきました。先生こんにちは。こんにちは。遠いところありがとうございます。先生は九州ご出身でいらっしゃいますか。そうです、はい、九州はどちらになられますでしょうか。佐賀県の唐津市なんです。唐津になるんですね、はい。大学は熊本でいらっしゃって、そうです。クリスチャンになられたのは、そうしますと熊本の大学の時なんです、はい、大学の時に洗礼を受けられて、はい、そうでしたか。熊本大学文学部哲学科を卒業し、東京神学大学大学院とボストン大学神学部修士課程、そしてハーバード大学神学部博士課程を修了後、日本聖書協会翻訳部主事補として勤務された著者の福島優子先生。2007年より青山学院大学宗教主任、理工学部准教授としてご活躍されています。今日の本の旅、 3.11 以降の世界と聖書、言葉の回復をめぐっては、東日本大震災を聖書学はどのように受け止めるのかという問いに応答し、4名の聖書学者の論文集と震災を経験されたクリスチャンの方々の証言を綴った青山学院大学総合研究所のプロジェクトの3年間の成果をまとめた一冊です。今回は熊本のこの震災もあったということで、本当にお見舞い申し上げますけれども、
今回この本をですね、もう先生本当に私も2回読ませていただいたんですけども、非常に深い本で論文ですので、まあ、難しいところもありますけれども、でもこういう自然災害また人災も含めまして、まあ、こういうことに対してどういうふうに私たちキリスト者クリスチャンたちが向かうべきか、非常にこう教えられたような思いがあるんですけれども、今回先生がこの本をですね、編集なさいました、出版までこうなさったという、まあ、そのきっかけといいますか、何か動機をお聞かせ願いたいと思うんですけれども。はい、はい、やはり 3.11 2011年の3月11日というのは、うん、もう日本の歴史の中でも大きな転換点のようなものではないかなと私は感じたんです。なるほど。自然災害で津波、地震、まあ、そうしたことで2万人の方が亡くなられたということもありますし、はい、福島で原子力発電所の事故が起きた、うん、まあ、これはもう本当に取り返しのつかないようなことが起きてしまったんではないかという思いが ありました。で、特にそのいろんな教会も建物が壊れただけでなくって、はい、そこに集まってきた人たちがいろんな意味で揺らされて、気持ちを揺らされて、また分断されていき、建物がなくなればどうしようもない人たちも福島には避難していく人たちの中には、そういう教会の人たちもいたと思います、はい、で、私自身先ほど言いましたように、唐津市というところは玄海原子力発電所があります。近くに、ね、終わりなんですね、はい、ですからその10代あるいは20代の時に、この間近に、まあ、その何があったっていうわけではないんですけども、感じるものがあって、でチェルノブイリの事故が私が20代の時にあって、本当にこの 原子力発電所あるいはそれに関わるような場所が事故にあってしまうと、まあ、SF のようなんですけども、世界が破滅するんじゃないか、それくらいの事故が、その数字としてはいろんなことが言われて、それが科学的に医学的にどんなものかはよくわからないけれども、何か本当に大変なことが起きた、そういう思いがあって、その私たちはその聖書というものと今の現代のに起きる問題というのをなかなかこう、ある意味で、まあ、なんて言うんでしょうか、まあ、取っ組み合うってわけではないんですけれども、交差させて、どうしてですかというふうに、そこまでという言い方もなんですが、聖書を読むということを私はしてこなかったという気がして、本当にその放射能の問題あるいは2万人の方が一度に亡くなってしまう、はい、まあ、そのことによってどれだけ苦しんでいる方たちがおられるか、そういうことを聖書の中にどんなふうに聞いていったらいいんだろう、そういう本当に最初言葉を失うというようなのがこの 3.11 の、出来事だったように私は思っていて、そこからどうやって教会の人たちがまたその説教で語られる言葉というものをもう一度考え直す、なんて言うんでしょうか、しなければいけない、そういう思いがありました。わかりますね。今回のこの本の中を見ますと、まあ、実際的にこの被災された方々のインタビューをまとめられた記憶と証言というところで、まあ、3名の方々にこうインタビューをされていらっしゃいますけれども、今回の証言とそして聖書解釈を一緒に掲載された、まあ、その理由をですねお伺いできますでしょうか。また特にこう印象に残っている証言がありましたら教えていただきたいと思いますが。はい、まあ、本当に言葉を失うという気持ちが 3.11 以降強かったんですね。そして人が最初にどんな言葉を発するんだろう、あるいは人には話さないかもしれないけれども、多くの人はどんなことを被災された地域では、まあ、言葉として持っていらっしゃるんだろうということと、
やはりその聖書の中の言葉がある意味どこかでリンクするんじゃないか、そういう思いがあって、まあ、証言というかインタビューをお願いしたんですけれども、うん、多くの場合断られてしまいました。それはやっぱりそのなんていうんでしょう、いろんな意味で伝わらないというお気持ちが終わりだったのかなというふうに思っています。で、私1年後にその 3.1 日の1年後に宗教学会東北大学であった時に行ったんですけれども、はい、一般の方がたくさん来てらっしゃいました。普通だったらそういう宗教学会 みたいなものに、一般の方、東北のとか仙台だったんですけども、仙台の市民の方々がたくさん来ていて、で来てらっしゃって、でその最後の方で、そのやはり自分は宗教に そこで発表されたのはキリスト教や仏教や神道の方々なんですけれども、救いを求めているけれども誰も答えてくれないという発言を最後の方で50代の方がなさった、被災された方がなさったんですね。そしたらそこにいた市民の方たちがみんなしくしくって泣き出したんです。でそういうふうにやはりその叫びたいような思いで、それを叫ばれた時にそんなこと言っちゃダメだとか、もう頑張れ日本って言われてるわけですから、なぜ歯を食いしばって頑張らないのか、あるいは本当に大変でしたねって言うんじゃなくて、そこにいる人たちみんなしくしく泣いたんですね。だから証言、そういうふうな証言を本があるんじゃないか。で、聖書の中にも、もう本当に神様どうしてこんなことが起きてしまったんでしょうか、まあ、それが愛かというふうな書物であったり、聖書のいろんな箇所に神様どう、私が溺れて死んでも構わないのですか、ペテロもその言っています。もちろんその時ペテロは助けられましたけれども、はい、あるいはそのヨハネの黙示録の中では、なぜこの血の復讐をなさらないのですかと死者が叫んでいます。そうした聖書箇所と、まあ、その東北のあるいは福島のですね方々の本当の思い、あまり載せることはできませんでしたし、こうして証言となってくださった3名の方々には本当に感謝していますけれども、その端々を読むとですね、やっぱりその絶望している気持ちを人が周りの人が言ってはいけないというふうに言われる、放射能のことを話してはいけないというふうにタブー視される、まあ、そういうことがほんの一言二言入っているんですけれども、本当はそういう部分をですね、もっともっと扱いたかったんです、やはりこう痛みの伴っている、苦しみの伴っていることですので、まあ、証言側からしてもなかなかその口に出すということ、それからやはりこう日本人独特、また東北の方のこうものが終わりになるかなと思うんですけれども、何かそう言葉にできない部分のね、でも何か今先生のお話の中でこう伝わってくるものが非常にありますですよね、気持ちとしてはね。ありがとうございます。この本の中のですね、左近トム先生ですね、はい、今回取り上げた混沌の記憶と言葉の回復、危機を生き抜く信仰者と教会という部分があるんですけれども、まさに現代の信仰者、教会が知っておきたい、まあ、テーマかとも思いますですね。どのようにこういう災害を私たちが捉えればいいのか、神様が何を私たちに語っておられるのか、私たちはやっぱりクリスチャンとしてもそれを知りたいという思いがあるんですけれども、このトム先生の部分ですけれども、概要を、はい、教えていただけますでしょうか。その左近先生はそうしたの人を呪うような言葉を、その被災にあった方、あるいは被爆された方が言っているっていうところに注目をされまして、そうした言葉は普通私たち聞いたら、ぎょっとしますし、はい、その特にこの
今回の 3.11 の場合は頑張れ日本とか言われていましたから、あの言ってはいけない言葉、タブーのような言葉だと、受け取られかねないんですけども、これは実はあの研究が進んでいまして、こういう苦しい目に遭った人たちが、あなたたちもそういう目に遭ったらいいじゃないかというふうに言う言葉というのは、あの私の痛みを本当に共有してほしい、なるほど、分かんないかもしれないけれども共有してほしいという最後の何と言うんでしょうか、そういう伝わらないけれども伝えたいという思いがあるんだということなんです、はい、で そのように言うことによってその人は生きていくことが、生き残ることができるということがあるわけです。で、その痛み、そういう言葉を聞くということによって、私たちも、まあ、伝わらないものをなんとか一緒に共有しようというところで、共同体がもう一度、はい、あの立て直されていく、教会も立て直されていくのではないか、まあ、そうしたことがこの左近先生の、論文の、最も、メッセージになっているところではないかなと思います。先生、次にですね、大宮健先生ですね、はい、今回取り上げられたテーマが嘆きの記憶と言葉の回復ということなんですけれども、福島先生からご覧になって特に興味深いところを教えていただけますでしょうか。はい、大宮健先生は私と同じように青山学院大学でキリスト教概論を教えていらっしゃいます。その中でこのイエスの嵐沈め、あの荒ぶる湖で黙れ沈まれと言ったら湖が静かになった、はい、この話をですね、キリスト教概論の中で話そうとして 3.11 以降こう違和感を覚えられたんですね、聖書の中では奇跡は起きている、だけれども現実にはあの津波が襲ってきた、2万人の方が亡くなってしまった、はい、奇跡は起きなかったということなんですね、まあ、この奇跡の物語を現代の私たちがどんなふうに捉えたらいいのか、そのことを大宮先生は、かなりこの正直に書かれたのではないかなと私は思っています、なるほど、もういつもそうですけれども、こう本当にこうその原発 あの福島のところもそうだったんですけども、あのあと私2年ぐらい経った後でしょうか、ちょうど仙台でやはりそういう集会を持ちましてから飛行機でちょっと帰ってくる成田にちょうど見えるんですよね。で見ながら何かこう先生がその前にもおっしゃいましたけれども、こう、厚いコンクリートで固められた何か向こうの世界のような、でもそれがもう爆発してしまったり放射能目に見えないんですけども、そういうのも出てしまう、まるで SF の世界のような、でもそれが今私たち本当に信仰が問われているその聖書に出てくる奇跡というものと、それから私たちが現実の目の当たりにしているいろんな災害についてですね、でもそういうことをこう考えてみるっていうことは非常に重要なことでもあろうかと思うので、非常にあの私も興味深く論文を読まさせていただきましたけれども、はい、それからもう一人ですね、スコット・ヘイフマン先生ですね、今回参加されたこの経緯について伺いたいと思いますけれども、今回2つのテーマ、創造から新しい創造へ、また苦難の記憶と言葉の回復を寄稿されていますけれども、今回の関わりも含めましてこの先生のお働きについてですね、お伺いさせていただきたいんですけれども、はい、ヘイフマン先生はセイントアンドリュース大学で教鞭をとっていらっしゃいまして、本当に偶然にお呼びすることができました。で日本のにいらして、まあ、本当にある意味勇気がおありになったと思うんですけれども、その創造から新しい創造へという中で、まあ自然災害もあるいはこう意図しないで起きる人災、あの意図はしていないんだけれども起きてしまう人災ですね、
そうしたこともすべてもう堕落した、創造の時は本当に神様が愛して作られた世界が人間の堕落によってもう悪が歪んだ形で入り込んでいる、うん、そういう中で起こる災いというのはある意味当然のことであるということを、うん、ルカによる福音書の、イエス様がそのシロアムの塔が倒れるという話や、うん、ピラトに殺された人たちに関してまるでそれがどうだというような形で、どうしたのだという、まあ、それだけそのこの世界にはもう悪があるわけですから、うん、むしろ今までその災害が起きなかった方が、何と言うんでしょう、不思議なくらいだという、うん、まあ、それは非常にある意味で勇気のあるお話だと思うんですけれども、うん、その話がありまして、私たちやっと、ある意味で自然災害やこうした福島の原発事故というものの中に潜んでいる人間の側の悪というのでしょうか、そこにこう目を向ける、まあ、そうした勇気をヘイフマン先生から与えられたことと、やはりヘイフマン先生はそうした中でイエス様がその苦しむ人たちの中に入っていかれた、そのように私たちが今なすべきことというのは、そうした苦しむ人たちのもとに行くこと、そうしたお話、まあ、苦しみを、まあ、イエスの苦しみを共にするということが私たち信仰者に求められているということを熱く語って、うん、あの講演会を2回していただいたんですね、うん、それが収録されていますけれども、はい、まあ、でも今お話しくださった、この先生がお語りくださった何かそういうこう傷んでいるものと、まあ、イエス様の教えでもありますけれど、共に、こう寄り添うといいますかね、喜ぶものと喜び、また苦しむものと共に苦しむ、悲しむものと共に悲しむという、そういう姿勢っていうのは私たちクリスチャンにとってもとても大事な姿勢かなとも思いますですね。次にですね、 3.11 という、まあ、世界が崩壊するような出来事ですね。もうこれは今までの本当人類の歴史の中でもというと大げさですけれども、でも近代を考えてみても、この科学が発達する中にあって、大きな、もう本当に一番大きな大事故ではないかと思われるようなですね、津波と原発事故ということであったわけですけれども、私たちはどのようにこの聖書とそれを踏まえてこう向き合えばよいのか、福島先生がこう執筆されております死者の記憶と共同体の回復の中で、この黙示録を紐解いておられますけれども、黙示録と現代が、まあ、どのようにつながるのか、それをちょっとお伺いしたいんですけれども、はいはい、大変なテーマを自分で選んでしまったなと、思っています。でもその動機となったのは、2万人の方が一時に亡くなられた、これだけの死者が出た時、死者について、死というものについて、聖書に私も聞いてみたいという思いがあったんです、うん、でもう一つ黙示録を選んだ理由というのは、この 3.11 という出来事が私にとっては日本の転換点でもあるし、うん、もうここからどうなってしまうんだろうと思ったものですから、それでその死者たちが、6章のところに出てきまして、祭壇の下で、はい、この神様にどうして早く、まあ、なぜその血の復讐をなさらないのですかというふうに叫んでいます。それが8章になると、その祭壇からに天使たちが金の香炉を振りかけて、またそこでその雷などが鳴っていますけれども、神様のある応答があったというふうに理解することが、解釈することができるんだと思います。まあ、そういう意味でこの死者たちのことを忘れないということは重要なことなんではないかなと、黙示録の中から考え、読んでいって学んでいったことなんです、うんうん、もう本当に黙示録というのはいろんなこうメッセージを発信している書でもある、
もちろん預言書でもありますけれども、今も生きている私たちに対しても何かを語り続けている書でもあるわけですけれども、まあ、でも先生がそういう観点からこう黙示録を引かれたというのは非常にちょっと感銘するところがありますですね、今のお話の中で。今回こう全体をこう編集をなさりながら、どうでしょうか、最もまあ読者これを読む方々に伝えたいメッセージがおありになりましたらお伺いしたいと思います。伝えたいこと、そうですね、やはり嘆くということを通して、まあ、その人が苦しんでいる、そのことを普通私たちはあんまり言ってはいけないことのように思いますけれども、うん、絶望しているということを言葉にする、うん、それは重要なことですし、聖書の中にも神様の栄光を褒めたたえる場面と、もう神様がいない、もう神様がいない、どこに行ったんだというふうに言う言葉と2つあるわけですから、私たち信仰者であってもその2つのものを聖書の中に読み、その聖書によって私たちも嘆くということを学んでいくということが、あるいは叫ぶ、そうしたものが祈りになるんだということを学んでいくということができるのではないかなというふうに思っています。うまくは本に書けたかどうかわからないんですけれども、でも中にこうつどつど少しそういうニュアンスといいますか、メッセージをこう汲み取ることができると思いますね、はい、ありがとうございます。ちょっと論文としては難しいものになってるかなと思うので私はまあ個人的なことですが、まあ、韓国の教会でこう救われて今まで育って、韓国教会でも長く韓国の方で、この使いさせていただいたものなんですが、韓国の方と私ども日本人のこう非常に信仰の特質のその一つの違いは何かっていうと、まあよく韓国は祈りの教会だとこう言われる。で、今の先生のお話の流れで言いますと、韓国の方は非常にこうこう感情的な部分が豊かですね。ですから人が亡くなると泣きますし叫びますし、痛ければ痛いって言いますし、嫌ならば嫌って言うんですね。でも日本はどちらかというとそこをまあ美徳と言いますか、何かこう謙譲の美徳のように何か口をつぐんだり、何かこう感情を抑えることが美しさにある、まあ、それはああ抑えてるんだなと分かってくれる人がいて初めてそれはなるんですが、たまに私も思うんですね、もう日本人はもう少しこうそういうところを神様に対して、まあ、人には優しくしてもですね、神様に対してもう少しこう求めてもいいんではないかと、感情をこう吐露する部分がですね、ああなるほど、今回のこの 3.1 というのは何かそういう意味では大きな、こう日本人にとってもそうですし、日本の教会クリスチャンにとっても何か大きなこう転換点といいますかね。そうですね、はい、で一番最後の論文はものすごく難しいと思うんですけれども、うんうん、キリスト教の周りのその当時のですね、新約聖書の時代というのは人間っていうのは死すべきものだ、死んでいくものだというふうに見ていたわけなんです。でその中で、キリスト者は、死すべきものというよりも今、現在この身にキリストの死を負っているものだと、担っているものだと、そういうこの感覚、まあ、信仰ですけれども、うん、はい、あったわけですから、死というものに対してですね、随分違う感覚でいたんではないかなというふうに思います、うん、はい、うん、なるほど、まあ、そういう意味での死生観が変わるといいますか、信仰にあってもキリストの死というものが本当に何かこう肉薄するようなですね、私自身にこう肉薄するような、まあそういう出来事であったとも言えると思いますね。先生今日本当にいろいろお話を伺ってたくさんまだまだ聞きたいこともいろいろあるんですが、最後にですね、これからの先生の何かこうビジョンといいますか、そういうものが終わりになったら教えていただきたいんですけれども。
私が死者に注目をしたのは決して過去を見るためだけではないんです。未来に向かってという思いがあるんです。それは生きるということを本当にこの時代誰に何が起きるかわからないような時代の中に生きていますから、今の現在生きているということを本当にこの神様の前に大切に考えていく、そのために死者やあるいはこの嘆きといったことを目をそらさない、そうしたことがこのビジョンとしてですね、それをどんなふうにして聖書の中の解き明かしになっていくのかわからないんですけれども、そうしたことを思っています。そうですか。今ある苦しみ嘆き悲しみ、そういう意味ではこうネガティブにも思えるようなものをこう未来につなげていく信仰、なんかそういうことですね、今非常にこう共感する分があります。先生、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。今日は福島優子先生に来ていただきまして、 3.11 以降の世界と聖書、言葉の回復をめぐってというこの本を解説していただき、またお話をしていただきました。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは先生の声で本の旅に出かけてまいりましょう。2011年3月11日東日本大地震と福島原子力発電所事故は多くの日本人の運命を変えた、否変え続けている。津波の映像がテレビで放映されたこともあり、あの日のことを誰もが自分に起きた出来事と記憶すると同時に、日本の歴史に残る事件として伝えることに同意するであろう。おそらく最初の衝撃、この悲劇、崩壊と破滅に言葉を失った人も多かったのではなかろうか。少しずつ時を経ても地域社会の再生には何かしらもどかしい部分が残る。被災者また原発事故の渦中にあるものの経験と記憶は3年の歳月を経てやっとわずかに言葉にできるほどになってきたという証言もある。イスラエルの民の歴史は捕囚により一度断ち切られる。予言文学に頻繁に登場する創造と混沌のイメージは崩壊と破滅の中で民族としての連続性をつなぎ止め伝統をよみがえらせる機能を果たしている。イザヤ書、エレミア書、エゼキエル書といった予言書には出エジプトのイメージが多用される。黙示文学ではエジプトでの奴隷状態からの贖いが宇宙的な規模に拡大される。歴史的状況はさらに暗くなっていくが、聖書における贖いの希望は現状復帰や再生を目指すのではない。新しい世界と共同体の創造を黙示録ははるかに望み見ている。聖書に収められた書物の一つ一つが幾度もの共同体の崩壊と危機をくぐり抜けてきた歴史を語る。その言葉は混沌と闇の中で新しい世界の創造を指し示している。今週のブックスケッチです。
皆さんいかがだったでしょうか。福島先生のお話、この自然災害に対してどのように信仰者として向き合えばよいのか、何かいいヒントが得られたのではないでしょうか。この本はぜひ一読いただきたいと思っております。内容は非常に論文ですので難しく感じるかも分かりませんけれども、しかし多くの非常に宝のようにですね、素晴らしい言葉が隠されている本だと思います。皆さんにお勧めいたします。それでは次の本の旅でお会いしたいと思います。ありがとうございました。